タラマ島とみんな島 ISS から撮影タラマ島とみんな島タラマ村は沖縄県宮古郡の村である。宮古島と石垣島の中間に位置するタラマ島及びみんな島の2島を行政区画とする。主島のタラマ島は、宮古島の西方約6 7トル石垣島の北東約3 5トルに位置する平坦で楕円型をした島である。面積。 約20平方キロメートル。最高点は、島の北側にある、八重山園圏,圏内で32.8メートル。みんな島は、タラマ島の北方12キロメートルに浮かぶ、東西約2.5キロメートル、南北約1キロメートル、面積約2.5平方キロメートルの島。2005年10月1日に、グスクベ町、下地町、イラブ町、上野村が、ひら市と合併して、 宮古島市となり、宮古郡から離脱したため、宮古郡は、タラマ村一村のみとなった。タラマ村では1994年を最後に、職員採用試験が実施されていない。採用試験を実施していないのは、沖縄県の30町村で唯一であり、塩湖採用が横行しているとの指摘がある。1859年に、タラマ島に漂着した、宮古の商船の乗組員が、 島民から手厚い看護を受けて全員無事に帰還したという史実が1974年に発見されたことから交流が始まり、1996年2月6日に姉妹市村締結の調印が行われた。中心的産業はサトウキビ、コウシ繁殖などの農業。また、数は多くないが観光客が訪れ、観光産業として宿泊施設のほか ダイビングの会社がある。タラマ空港タラマ港全泊地区、シードリームタラマ、沖縄県道205号タラマタラマ港線、村営バスラジオ中継局周波数一覧テレビ、中継局周波数一覧昔は飲み水を得ることが大切な仕事だった。タラマに水道設備ができたのは昭和の初めで、それまでは自然凍結の内にある泉が生活のための水源地になっていた。 ホラー穴の入り口から泉まで下っていく。奥に行くに従って暗くなるので足で探って水を汲んだという。見たは沖縄固有の信仰、部落を守る、祖先神が宿る神聖な場所で廃所になっている。沖縄には仏教も神道もなく、その代わり精霊信仰と先祖信仰が深く信じられ、儀式、行事化されていた。あざ川霊管区の北方に隣接した、 小高い丘にあり、霊感アジを祀る。霊感御たの祭人である、霊感アジは、聖火年間の人である、アジは、キムンデバティビキ、ティンデバキムピキ物語の教訓を残したと伝えられる。色を節電に、金ぐすくマギリートマン村のこととして、高知村のビデになる者と和人との問答に、心をこればすなわち手を動かすなかれ、手動けばすなわちまさに改心すべしとある。アはまた、 神なしぎ祭りと言われる、神明遊びの伝授でも名高い、白装束で、男20人、女10人が13年回りの根、ね、牛、虎に当たるごとに10月中に13昼夜にわたり、神化を交渉して神間に遊びをするもので、宮古市伝によれば中世まで行われていた。アジは、霊館丘に寄居し、境内の北寄りにあるミネマガーを整備して、住民の飲料水に供したり、 神明遊びを伝授するなど、人心境家に努めた功績は巨大であった。東隣には、霊館公民館がある。長い山道沿いには、強硬直径20から40センチメートル、高さ8から10メートルの福木の並木がある。この並木は、県指定天然記念物である、雲城三たの神明を、音が伏せない神に伏せないと唱える、300年前の創設。 元集落があった地区の北方、小高い丘にある。15世紀後半にみんな島を統治したみんなペイユゆスを祀る。島のすべての年中行事の中心で、島の繁栄や公開安全などを祈る廃所であった。当時の小学校長が主相し、1902年1月に社殿を完成させ、鎮座祭を行った。島で初めてかつ、今も唯一の神社である。 2007年4月、タ良間村の都園県、八重山園県、みんな園県を含む宮古島、八重山諸島の10の園県番書が国の史跡に指定された。園県番書は1638年に長崎郊外に設置されたのが始まりとされ、異国船の侵入を監視するためのものだった。火を焚いて警戒したことから、カバン星とも呼ばれた、琉球における、 遠見版制度は1644年が始まりで、宮古、八重山諸島は、フィリピン、台湾に近接していることもあり特に重要視された。他にも、航海の安全やオフへの伝令などの役割を果たした、中筋集落の北西、標高約30メートルの丘の上にある、底面の周囲、約22.7メートル、高さ約2.5メートルに、石が積み上げられ、 頂上は円形で、昇降路は螺旋階段になっている。島で最も高い場所にあり、継承の地でもある。近くには、鉄筋コンクリート製の展望台が作られている。止まり豊きから南方150メートルほどの道路沿い、南に向かって、右側の小高い丘にある、底面の周囲、約28.0メートル、高さ約3.7メートルに、石が積み上げられ、頂上は、 直径約2メートルの円形で、昇降路は螺旋階段である。周囲には木が生い茂っている。ありがとうございます。